は、リカリコです。はい、今回は GU で春服を購入してきました。それでは、動画スタート。さあ、止まりすぎ、怖い、もう。はい、というわけで、今回は、もうなんだ GU に行って春服をたくさん購入してきました。こんなに買うつもりじゃなかったけど、うん、行ったらすっごい可愛かったのでこんなに買っちゃいました。で、今回はボトムスが多めですね。なので実際に着てそのポイントとかも紹介してみたいと思います。それではどう言ったわ、ビビるわ。ではまず一つ目、こちら。これはハイウエストシガレットアンクルジーンズ2490円プラス税込みです。で、これはすっごいハイウエストで、で、生地もねちょっと伸びる感じ、うんうん、で、すごい履きやすそうと思って試着せずに買っちゃいました。あの GU でハイウエストのズボンは買ったことあるんですけど、うん、なんか形がピタッとした形じゃなくてこう広がっとる形のやつしか見たことがなくて、うん、なんかそれちょっと足太く見えるし嫌やなって思ってて、うん、で、今回行ったらなんかすごい足にフィットしそうな感じの細さのいい感じのが売ってたので、もう今回ね、もう安いと思ってゲットしちゃいました。で、色はね、ホワイトとかもうちょっとこれの暗い感じのジーンズとか、あの結構いろんなバリエーションの色もありましたね。で、お値段も2400円っていう結構お安めなお値段なので、本当に GU 最強ですよね。で、このさ薄い感じの青で、うん、春にさたくさん着れるんじゃないかなと思うので、うん、すごいいいなと思いました。すごいこれから活躍しそうなデニムですね、うんうん、なんか全種類買おうかなと思った、ほんまに。続いてはこちら、リブワイドパンツです。お値段は1990円です。これはこんな感じに結構裾が広がって上でキュッて感じですね、うん、今年さこの形のやつがすごいどのブランドからも出ててめっちゃ見ますね。そう、実はこの前名古屋に行った時にもう一個買っちゃったんですよ、この見た感じのやつ黒をね。そう、でも GU でも安く売ってたので、あの流行りやったらいくつも持っててもいいなと思って今回また買っちゃったんですけど、色は今回は別々にしました。いろんな着方をしたいなと思ったので、うん、あの一緒の色を買わずに色違いを買って好きな時にどっちかを着ようかなと思います、うん、で、結構薄手というか春向きな感じのものなので今でも着れるか、うん、夏とかでも着れそうなぐらい薄い感じだから結構いろんな時期に使えるかなっていう感じです。で、ほんまにこれ流行りやと思うから、そう絶対流行り、うん、みんなもね GU さんとか結構安いのでこれ1本でも持っておくといいんじゃないかなと思います。はい、続いてがこちら。これはワッフルレギンスパンツです。2人ともブラックを購入しました。で、これはこういう細身の普通にレギンスでここのフリフリになってます。結構前からレギンスって流行りだしてると思うんですけど、ワンピースの中にこう仕込んだりして違って見えたりするのが可愛かったりとかで結構雑誌とかで見てたんですけど、あの買えてなくてなかなか、で今回 GU に行ったら売ってたので購入しちゃいました。なんかこういう生地流行りなんかな。なあ、あのさっき紹介したものも似たような生地で、これはね本当に薄めで、うん、ちょっと分かるかな、分からないですけど、こうもうほんまに透けるやんって感じ、うん、あの向こうの光が見える感じの薄さになってます。いやで、あのやっぱりワンピースをここまで着たりする方がいいかな、うん、なんか長めの T シャツとかをこう着るのが流行ってますよね。そうそうそう、それでベルトでウエスト締めたりとかして、うん、それだけでも結構今っぽく着こなせるんじゃないかなと思うのでおすすめです。これなんかレギンス探しとる子がいたらね、うん、あの GU さんに行ってみたらいいんじゃないかなと思います。ラストはこちら。はい、これが一番のお気に入りなんですけど、メンズのところで買ったんですけど、うん、
お値段は1990円で、こっちがダークグリーンで、こっちがカーキですね。今回メンズで買ったんですけど、うん、今の時期でも着れるんじゃないかなと思ってね、うん、買っちゃいました。一番最初に紹介したデニムに5枚だけこうインとかして着ると可愛いかなと思いますね。でシャツってあんまりね、あの持ってなかったので、うん、すごい今回は一目惚れです。いつもこんなの買わないですけど、そう、あの色的にもすごいドンピシャで買っちゃいました、うん、本当はパパの誕生日プレゼントを見に行ったんですけどですけど、あの自分にね、うん、買いました笑いすぎで、今回はあのメンズサイズなんですけど、あえて M にして、あの大きめで着るのも可愛いかなと思ったので、大きめサイズを購入しました。ちょっと彼氏の着ちゃいましたみたいなはい、というわけで今回の GU の購入品は終了なんですけど、うん、一番初めに紹介したデニムは2500円くらいやったけど、うん、その他は2000円いかんくらいやな。そうやな、うん、なのですごいお得でした、うん、GU って結構流行りのものがたくさん置いてあって、うん、しかも安いから、さっき紹介したこういうのとか、これはほんまにあのどこのブランドに行っても置いてあるので、皆さんもチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。